ここの田んぼの中に肥料分とか栄養みたいなのが足りないで、もう根本的に思ってるからなんですよ皆さん。だから山の落ち葉入れて植物性堆肥入れると元気になるんだろうとか、その海藻で何か昆布の抽出したエキスがすごいいいだろうとか、まあ、EM 菌すると入れると土壌微生物が活性化してここなんかすごいいいものできそうだって思う。その根本の思考はこれなんですよね。足りない、足りないから入れたいんですよ。思いません？違いますか？でここに気がつかなきゃいけないんですよね。僕全然分かんなかったんですよ。なんで入れん ここのもの以外なんか入ってくるのやっぱおかしくないかってまず思う。これ後で説明しますけど、こっからその外からなんか入れることが変だよなっていうか不自然だなって考えることを、まあ、僕はその自然栽培的思考って言ってるんですよ。これね、これ非常に重要です、うん、ここから山の落ち葉入るのおかしいよなとか牡蠣の殻入るのおかしいよなって思うことこそが重要なんですよね、その思考が。で、そのまあさっき何で言いたくなるのかの根本には足りないっていうことなんですよ。でもこの田んぼに、ここの田んぼの中に苗植えますね。で稲になりますね。で米になりますね。でその全てのものがここに全部あるって分かったらどうします？どうしますか？しないですよね。そうなんですよ。自然栽培の、一つの答えというか完璧な答えはまず全てここにあるっていうふうに、全てもうここにありますよっていうことに自分が気づくことなんですよ、うん、もうこれ絶対的な答えです、間違いなく。なので、これがないとですね、これに気がつかないとですね、あの手この手で何かしようとするんです。でそうすると、この思考が どちらかというと足りない思考から始まるんで、うん、あと様々なものありますよね。土壌改良剤から肥料から何から何までが、あっちがいい、こっちがいい、それがこっち分いい、あれも良さそうだ、でもあれはダメだ、あれがいい、あれが悪い、あれがいい、あれが悪いみたいなことをずっとじゅんぐりじゅんぐり考えてそれを追求していくようになりますね。そうすると、つまりここの中の以外の外のものの原因によってこの作物を何とかしようとするっていう考えになるんですよ。これこの状態って僕が見たら右往左往ですね。全然自分の中に、スタイルがない、軸がない。で自然栽培的思考になるとあるので、いらないよねってなるじゃないですか。なので別にここに肥料を入れるとか変なものなんか入れるみたいなことに、を考えなくなりますね。で考えなくなってこのあるっていうことに気がついた時に、めちゃめちゃ楽しくなるんですよ。めちゃめちゃ楽しくなるんですよ。その瞬間ですよ。それに気がついた瞬間、これをもしあるとしたらこれを使いたいでしょ、うん、どうしたら使えると思うんですか？ここにあるんだって僕に今言われました。そうなのかなと思ってると思うんですけど、でもあると分かったら使いたくなりません？なりますよね。これどうやって使ったらいいか今完璧に教えます。これ気づくことです。あなた自身が、その人自身がこのあるっていうことに気がつかなければこれ使いようがないんですよ。でも本気で気がついた瞬間に本当に全部あるっていうふうになるの、この中で。その瞬間にここの田んぼの中の全部が一瞬で変わるんですよ。なんて言ってるか分かりますか？大丈夫ですか？うん、はい、どうぞ。
めっちゃ関係ありますよね、うん、もういないですよねカブトビとか、まあ、それは、まあ、農薬のを たくさん使ってきたとか、あと一番はまあ用水路ですかね。水路をコンクリートのこう U 字口にして、まあ水をちゃんと流すようにしたっていうのが一番大きいんですけど、それのせいでホタルもいなくなったんですよね。ホタルはまあ昔あのこう素彫りだったんですよね。素彫りってわかります？手でまあ掘った、 U 字口じゃなくてこう掘ったところに流れてるから、まあ、そこにあのあいつらの餌のね、なんだっけあいつ、まあ、ちっちゃい貝がいるんですよ。それは餌がいて、で卵も埋めたんですけど、まあ、U 字口となるとすごい勢いで水流れてくるんで、もう卵を産んでも、まあ、そこで繁殖できなくなったみたいな話です。まあ、あとプラスその肥料と農薬ですね、うん、まあ、一番はその U 字口が大きいのかなと僕思います。で今その言ったここに生きているそのタニシだってカブトエビだって全部国交の何かを構成する、まあ、生物なの でその子たちも、まあ、死んだりして、それがまた有機のあれに変わってってっていう、ここの中で全て完結することなんですよ。だそれをここがあるんだって本当に気がついたら、この瞬間に、足りない思考の田んぼ、足りないと思ってここの田んぼに向き合ってる百姓と、もうあるって気づいた百姓の違いは、このある力全てここで使えるってことです。本当に足りないと思うと、これないと思ってるんで、外から何か持ってこなきゃいけない。つまりここの無限の可能性を一切自分の中で信用してないっていう意味です。なのでここがあるってことが非常に重要で、これに気がつくことが自然栽培なんですよね。簡単に言えばこれは本質的なことね。もちろんテクニックはありますよ、技術とかそういうのはもちろんあるんだけど、技術云々の前にまず自然栽培的思考として、もうここに全てあるんだと、今この瞬間ここに全部あるっていうのが自分の中で分かった瞬間に、肥料も別にいらないですよねって、農薬もかけなくても育ちますよねって、もうなった瞬間の田んぼがもう様変わりするんですよ。これちょっと言ってることはあんま分かんないかもしれないけど、それは何が変わったのかっていうと、その人の頭の中身が変わったんですよね。見えてる世界が、この見えてる世界が変わると全部変わるんですよ本当に。でそういうことの、が根本的にあって初めて自然栽培って言えると僕は思ってるんですよ。で始まりがもうここで、これは別に自然栽培に限らずあらゆるものにそうなんですよ、うん、例えば、まあ、どんな職業をしてる人でもいいんですけども、どんなことを自分でやろうとしてもいいんですが、そのこと、まあ、例えばたまちゃんだったら、まあ、幹伝道師とかって言ってますけど、その幹だって、まあ生き方としてね、まあ、ここに全てあるんだっていうふうな感じでたまちゃんはやってるんで、別にその、うん、なんて言ったらいいんですかね、あるって分かってやってる人ですよね。なんかいろんなことを、あと時間ないお金ないっていう人の思考ってこっちですよね完全に、うん、時間ないお金ない、あとまあなんかこうやりたいこともあるけど、社会的にどうのこうのか世間的にどうのこうって、やっぱ自分、まあ、これ自分だと思ってくださいマジで。田んぼ畑が自分の外にですね、いろんな要因があるんだっていう、ここに時間がないです、お金がないです、まあ子供の世話でいっぱいですとか、なんかいろいろありますよね。自分以外の何かってものの人生を生きることになりますね。これでも自分の中にとか自分が見えてる世界の中に全てあると思ったら、こういうのにとらわれなくなるってことですよね。入れる必要がないので、もうあるので。お金もないって言ってる人はもうないから、ない世界しか見えてないんで、ある世界は見えないでしょ。でそこで悲願なりしてなんか文句言ったりするわけですよね。おかしい話だなと思うんですけど、あるから、そこに気がついたら、もうお金だってもう普通にやっぱあるなと思えればお金稼げるようになるんですよね。で僕今日ねちょっと言いたいのは、まあこれがとにかく大前提ね。なのでもし自然栽培やりたいな、
って思うとか、あとなんかオーガニックとか、まあ、ナチュラルな感じで自分の人生生きていけないと思った時は思ってる人だと思うんですけど、これあの見てくれてる人とか聞いてくれてる人は、何か外に何かそういうものがあってそれを取り入れるからいいんじゃなくて、もうすでにあるんだってことが大前提だよって僕はまず強く言いたい。だするとあることが分かると使いたくなるでしょって。でそれを使うには完全に気づくことですよっていうことです。それに